こんばんは、増谷靖子です。こんばんは、こんばんは。今日は、自宅からハモンドオルガンを持ってきまして、この楽器で弾き語りをやりたいと思います。前回は、打ち込み音源の流して歌うというだけでやったんですが、今日は弾き語りだけでいきます。1曲目はサンシャインサニーデーを聴いてください。今日は ザ・オルガンって音で、今日ね、11時くらいに梅雨入りした。あ、なんか流れてますねリプライ、梅雨入りしたそうですね。梅雨が明ける時に、梅雨が明けた時に作った曲を歌いたいと思います。オン・ザ・ビーチです。聴いてください。オン・ザ・ビーチ最後の「やける」
11。 あ、私も早くライブ終わっていっぱい飲みたいですね。ビール飲みたいですね。もうちょっと蒸し暑くなってきましたんで、ビールが美味しい季節かと思います。では最近ね、弾き語り、打ち込みばっかりやってた時期が長かったんですが、弾き語りをもっとやりましょうということになって、弾き語り3ピースバンドというのを始動し始めまして、来月6月9日桜の宮ガラガラで、その3ピースバンド初ライブをやります。なかなかね、人の音を聞くのに慣れてないのでどうかと思いながら、まあ好きに弾けやってことを言ってくださる方々がいらっしゃったんでやらせてもらってます。で、その中で、一番今新しい、あ、ごめんなさい、ありがとうございます、曲なんですが、魚料理という曲を歌います。魚料理っていうのは、ちょっと小高い丘の上から海を見たら星のマークの外国船が見えて、そのマークと同じレストランで魚料理を食べるって歌です。聞いてください。出かける前に気をつけて、気をつけて、気をつけて。
曲ぐらい、どうしようかな、何しようかな。あ、頭の上の悩み事が邪魔してばっかり眠れない。あなたはどうして私の真似してクスクス笑う。発火する
ケットでは最後の曲をやりたいと思います。犬聴いてください。駅から10分にあるただ広い公園で隣の犬も来ているなあいつうまく抜け出してきたんだな首輪も鎖も何にもないし首輪も鎖も何にもないし駅から10分歩いて私の休日やぼったい真新しいスニーカーを履いてやぼったい真新しいスニーカーで出かけてきたドドドラ緑に走る白い犬あいつは綺麗な犬だ私にやっと気がついたご挨拶だな甘い緑の風が流れて
から10分にある。ありがとうございました。この次もどんどん続きます。ありがとうございます。
はい、こんばんは。こんばんは、森かおるです。よろしくお願いします。半年ぶりボイスです。お久しぶりです。お久しぶりです。松谷さんもお久しぶりです。ご苦労様でした。今日は、いろいろゲストが入るという大変贅沢な夜になりますが、1曲目は私一人で、自分の誕生日用に作った曲を歌ってみたいと思います。四色ボールペン。私は四色ボールペンの使い切る前に捨てられる。しまったしまった生きてしまった、ダメなまんまで生きてしまった。ダメ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 、そんな目つきでうざいと言うな。ダメ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 、生足丸出し姉ちゃん、喫茶店のトイレに貼ってある。愛だ相田光男という人をご存知の方いらっしゃいますでしょうか。はい、いつも思うんですよね。トイレに入るたびに、人の人生に口出しするなよ。とてもダメなおじさんです。2番いきます。私はサンドイッチに乗ったパセリ、誰にも食べられることなく捨てられる。たまに使い回しされる。まあ今日はなんか笑いが起きにくいのはよくわかるんで、まあプラン B 行きます。私は初めてのデートの勝負下着、全然見られることもなく脱がされる。しまったしまった生きてしまった、いらぬまんままで生きてしまった。ダメ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 、これ見逃しにうざいと言うな。ダメ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 、本気で死にたくなるから、いつか読もうと書いためた本がブックオフへと流れてゆくよ。さあ皆さんご一緒に。ダメ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 だけど生きている。ダメダメ、はい、ダメダメだけど体だけは元気だ。そよ風にさえ流さ
ダメダメだけど生きている、ダメ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 だけど体だけは元気だ、そうよ風にさえ流されて流されてるけど生きている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 どうもありがとうありがとうございます。素晴らしい拍手ありがとう。イエーイイエーイオーケー行くぜー。というわけでうんちゃんを呼んでみたいと思います。なんせ久しぶりのボイスということで、まずはお店の方にあんまりここでやったことのない曲をできるだけ今日はやって帰りたいなと思いますので、曲作るスピードは非常に遅いですが、なんだか最近ちょっといっぱい作ってたんで、ぜひください。秀樹さん、新しいハーモニカを新調しました。新しいハーモニカを新調しましたっておかしいよな、日本語な。笑顔で笑うそんな感じだね。まあここでも何回も 歌ってた、歌があって、僕はカレーが好きというのは多分はもうだいぶ日本全国に有名になってるはずなんですけれども、そのカレーについてもう一曲作ってみましたので、一つこんな風にもということで、今日はお店のカレーについてではなく、お家で作るカレーについて、平和の匂いというタイトルで歌っております。人たちが平気で嘘をつくこの国で、パンドラの箱が開いたまま、破滅の風が吹くこの国で、
忘れんどいてくれ。本当に守りたいものは一体なんだ。自分でついた嘘に騙されんといてくれ。本当に大切なものは一体なんだ。カレーの匂いがする。帰る人の待つ人の笑顔が見えるようだ。ああどこからかカレーの匂いがする。街よかけがえのないものよ。今日は特別ゲスト、あれは新神戸駅の近くの、何寺さんでしたっけね、からいらっしゃいました、私の尊敬する、尊敬してないか、尊敬するか、お師匠さん、円通さんをお呼びしたいと思います。こう見えてもお坊さん、そしてこう見えてもベース弾き、しかも多分これ普通に最近買うたら60万ぐらいする古いベースを最初から持っているというねすごいよね。なんとベースが2人並ぶというアバンギャルドな世界になってしまいどないなるんだよ。俺もちょっとわからんわ。それではですね、あ、ごめん、りょう、これ聞いたことある聞いたことあるわ、優しい雨を降り注ぐようにという、古い、22の頃に作った曲を、ちょうどその頃、隣の円通さんも素晴らしいバンドをやっておりましたのでね、バンドが素晴らしすぎて、僕の曲は1曲も聞いたことないはずです優しい雨を降り注ぐように。
くてもいいんだ。夜だから Oh baby Oh baby Oh baby 朝Thank you.
ま消えて、行けたら。1万人の観客に感謝、いい感じだぞ。で、円通さんがせっかくコードを取ってきてくれたというんで、さらに乱暴にこの曲を、みんなビールを買いに行ってしまった。街で凍え、タバコに火をつけた。こんな小さな火でもやっぱり暖かいと思う。君の100円ライターになれればいいな。そんなことを思い、今電車に乗ろう。どこだ
ましょう。3人並んでやりました、若干時間超えてると思いますが、もう1曲だけ歌わせてください。じゃあ、うんちゃんだけ残ってもらおうかな。ごめんね。ごめんね。またやりましょう。おもろかった。フォークギターで歌う男で、ツインベースは多分日本で初めてだと思います。世界で初めてか。3本ベースのバンドを僕は知ってますけどね。カポ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 ありますね。本当に久しぶりのボイスさん、ありがとう。ボイスさん、ありがとう。相変わらずこんな感じでやっております。皆さんにまた会えるように頑張って。
って歌っていきたいと思います。今日はの吉祥寺あれね、ついの恋という感じでございますね。ついの住まいというそんな感じの歌です。こんな風に死んでいきたいなというそんな雰囲気の曲でぜひ行ってみたいと思います。
ありがとうございました。Thank you.
歌っていきます。北村亮です。よろしくお願いします。風が吹く港の方から焼け跡を包むように脅す風、悲しくて全てを笑う乾く冬の夕べ、時を越え国境線から幾千里の瓦礫の街に立つ、この胸の振り子は鳴らす今を刻むため、芝が同胞とじゃれながら道を行く、解き放たれすべてを笑う乾く冬の夕べ、やさほいや歌が聞こえる、眠らずに朝まで踊る、やさほいや焚き火を囲む、吐く息の白さが踊る、解き放て命で笑え満月の夕べ。星が降る満月が笑う、焼け跡を包むように脅す風、解き放たれすべてを笑う乾く冬の夕べ、やさほいや歌が聞こえる、眠らずに朝まで踊る、やさほや三線鳴らす、吐く息の白さが踊る、解き放て命で笑え満月の夕べ、やさほいや歌が聞こえる、眠らずに朝まで踊る、やさほいや焚き火を囲む、吐く息
息の白さが踊る解き放て命で笑え満月の夕べ解き放て命で笑え満月の夕べ。ステージドリンクを忘れました。ビールがいいです。優しい。まさきさん結構長い付き合いなんですけど、昔めっちゃいじめられましたよ僕。若いやつは潰したんねんみたいな感じで。もうね、いい先輩でしたよ本当に。もうね、一緒にライブしたことないのにもうあんま調子乗んなよとか言われ。懐かしいなと思いますけど、久々にやる曲をやります。季節に続いて向こうから日が昇る。高い高い丘の上から日を眺める。大きく大きく深呼吸をしたら、僕ら準備ができてなくても地上を歩こう。僕も大人になり、可愛い君と寄り添って、瓦礫で作られた街に家を建てよう。休日は息子と娘を家から連れ出して、広い草原の上に寝転がって空を眺めよう。大きくなったらどんな大人になりたい、そんな話をしようじゃないか。焼却炉から昇る煙を眺めて、いつか君も大人になり、可愛い人と手を取って原子力で動き出した街に出かけよう。春が好き、夏が好き、秋が好き、冬が好き、消えゆく命が悲しい、生まれくる命が愛しい。暮らし育むために必
よね大切なことは君が好き守りたい人思う優しい気持ち寂しいな冷たくなった指先を抱えうずくまり凍える日々と海や星になってしまった人と輪になって歌おう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 体中に蓄積され充満した滅亡の目の根とそれでも決して信じることだけはやめない僕らに希望の鐘の音をパンパカパだけを抱き寄せて僕と君だけの楽園で暮らそう綺麗な花びらに口づけを口づけを口づけを春が好き夏が好き秋が好き冬が好き消えゆく命だけが悲しい生まれくる命が愛しい365日の暮らし僕は今季節に次ぐ君が好き守りたい人の笑顔を咲かせる光バラの向こうから日を眺める高い高い丘の上から日が昇る大海原の向こうから日が昇る高い高い丘の上から眺める季節に次ぐという歌でした。じゃあかつてたくさんいじめてくれた先輩からもらったビールを持って乾杯いや寄ってはったからアントニー・マサジさんね。いやでもあのすごい面白いなと思ったのは俺ワイン飲んだらあかんっつってたいや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 まあまあいじめられたとは思ってないんですけど僕も思ってないけど。森さんが22歳の時に書いた曲をやってたんで僕も多分そんぐらいの時に書いた曲をやります。高松陽子っていう友達がいるんですけどその子と一緒に、友達にこうバースデーソングとして送った曲、まあ、バースデーソング
としては似つかわしくないなっていう曲ですけど。雨玉という歌。空から爆弾を降らせる金があるのなら、綺麗な空から雨玉を降らせたら素敵だね。丸い飴玉を下の上で転がしながら、そんな風に思ったんだ。雨玉が見上げた空から降ってきたら、いつもはなかなか話せないあのこともなんだか笑い合えそうさ。がひっくり返るくらいの歓声が沸き起こったなら、これは悲しい争いだったと、きっと終わる戦いがある。くれた丸い飴玉か、爆弾のように爆発するイメージ、そんなことならハッピーだ。色とりどりの雨玉が見上げた空から降ってきたら、一人でうつむいた悲しげなあの子にも笑顔が咲くかもな。
飴玉という歌。僕もボイス2回目なんですけど、やっぱやるからにはこうやってへん曲を聴かしたいという気持ちはありますんで、3日前ぐらいにできた新曲をやろうと思います。首を絞めていこうかなと自分の思いますね。これ3日前ぐらいにできて、その日の夜にライブがあったんですけど、やって全然うまいこといかなかったんですけど、そんな気がしてるとうまいこといかないじゃないですか。だからこううまくいくイメージをするんですけど、全然うまいこといくイメージができない曲ですね。できるかな。いけるいけるいけます。お父さんがそう言うならいけるわ。文字数が多いんですよね。文字数が多いんですよね。やってみようかなと思います。思い出話です。睨んでいるという歌。歳の春に死んだ。車に轢かれてあっけなく死んだ。横断歩道に突っ込んできたトラックの下敷きになってあっけなく死んだ。少年野球に向かう道すがらお父さんに買ってもらったばかりのお気に入りのマウンテンバイクにまたがってグラウンドに向かって行った行った15の夏に死んだ。マンションの8階から飛び降りて死んだ。高いところが苦手だった。生まれ変わったら鳥になりたいって言ってた。まさかさまに落っこちて羽ばたくことなんかできなかったみたいで、そこに備え続けられた花束でツバメが綺麗な巣を作った17の秋に死んだ。住み慣れた部屋で首をつって死んだ。いつだったかって壺棒にぶら下がってチューブラリンの世界を一緒に眺めた。苦しかったと綴られた置き手紙は教科書の落書きよりも下手くそな字でとても過細くて、それでいてそれらしくそれらしく
波にさらわれて切れた。あの人もあいつもあの子も消えた。会ったことも見たこともない人も知らない世界にさらわれた。超巨大規模な極悪非道な誘拐事件の幕開けに、悲しいかな僕は締めて廃藩に怯えたままの暮らし。死んでしまった人は決して帰ってこない。死んでしまった人は決して帰ってこない、戻ってこない。翔平も正志も圭介もあの人もあいつもあの子も、10歳で15歳で17歳のまま、あの人もあいつもあの子のまま、あの子のまま。睨んでいる、睨んでいる。道行くトラックを、8階建てのマンションを、切り刻まれた教科書を、睨んでいる、睨んでいる。迫り来る大波、響き渡る大地の叫び、締めて廃藩、誘拐事件を。18の冬に死んだ。ノコギリが腕を真っ二つにした。この世とあの世すら真っ二つにした。季節だけが巡るよ。あれはとても寒い夜だった。ため息も深呼吸も白い夜だった。消えることのない腕の十字架に神様を信じてみたりする夜だった。白塚漁港の片隅、手に持った缶コーヒーは冷え切って、何かに追われてるみたいだ。全てが敵に思えるんだってさ。手を伸ばせばくすねてしまえそうな幾千の星々、月の明かり、うずくんだ笑うたび、傷が痛むんだ笑いながら泣くんだ、泣きながら笑うんだ。もう大丈夫さ、もう大丈夫だよ。またずっともいつかお迎えが来るさ。仕方のないことさ、どうしようもないことさ。向かわずともいつかはお迎えが来るさ、なんて言うんだ。
全てのなくなってしまう全てのもののこと。僕は睨んでいるという歌でした。よっしゃよっしゃ。楽しい曲で終わりますね。ちょっと休憩してから。入念なチューニングをするふりしますね。楽しいのがいいです僕。楽しくない方がいいんですか。ああなるほどね、どっちでもええでっていうね。楽しい、まあ内容はさておき、こう弾いててすごいあいつ楽しそうやなってなる曲で終わりますね。そういうのって大事ですよね。なんかそれをね、僕は森井さんに教えてもらったかなと思いますね。いや、あのわしの場所とかでね、最後こうリズムが変わっていくじゃないですか、森さんの勝手な感じで。あれはすごいいいなと思いましたね。楽しい、音楽って楽しいなと。まあまあ最近あのまあよく思うことなんですけど、こう自分はこうなりたいみたいなのがあるじゃないですか。例えば こんだけお金儲けができてとか、こうもうちょっと身長高かったらなとか、いろいろあるんですけど、でもまあそういうつもりで生きたらな、なんかそういうつもりでなんかそんな人になれた気持ちになる感じがやろうが一番幸せなんちゃうかなと、そういう歌で終わりますね。カンタービレという音楽用語で歌うようにっていう意味があります。カンタービレ三宮ボイスはお開きにしたいなと思います。皆さんで乾杯してあれしましょう。好き勝手にあの歌うんで好き勝手楽しんでください。今日はありがとうございました。北村亮でした。優しいぜ、贅肉なんて気にしない、チョコレート2箱食べた、ラパパパパ、あん今日も
しいぜ。あその予定あと5分なんで走りまくりだぜ。あギャルが見てる俺を笑ってる。ああきっとツイッターかなんかで言ってんだろう。だから安心がそうなりたかった俺のように歌うんだぜ。安心がそういっそのことカンタービレも俺は俺に優しいぜ。今日もなんか疲れたしリポで3本飲んだ。ああそれはやめて言わないでお願い。ああ君の将来の夢って何やったっけなんて。だから安心がそうなりたかった俺のように歌うんだぜ。安心がそういっそのことカンタービレー。やる気があれば何でもできる。やる気のない俺はどうしよう。なりたかった俺のように歌うんだぜ。安心がそういっそのことカンタービレ。安心がそうなりたかった俺のように歌うんだぜ。安心がそうカンタービレ。ラババババのように歌うんだぜ。安心がそういっそのこと簡単びれ。いっそのこと簡単びれ。いっそのこと簡単簡単に。
ー